なんかやってて面白いなと思うのってどんな時ですかとか。それインプロで。インプロでもいいし、でもいいし、なんかそのシーラークラス全体で。あ、でもね、やっぱりなんだろうな、そのお芝居を全くやったことない方たちが来た時にめちゃくちゃリアルなんですよ。はあ、あ、そうか、逆にそう、なんか役者さんを目指してる人たち、なんかやろうとしちゃうのね。あ、そうだね。はい、コーチもやろうとしちゃうから、別にコーチっぽく。ここがまたね、自己一致から外れちゃうんですよね。そうか。そう、でも何も知らないと、やっぱりまあこう、それこそ使う技術もないから、うん、もう言われるがままに、素直にやるじゃない、うん、そうするとね、とてもリアルなんですよ。でも、たまに感動的なシーンとか生まれると、うん、すごい天才じゃないですか、この人って思うぐらい。だからそういう時にね、あ、今ここにこの人と同じ空間でこの瞬間を味わえたことの幸せ、ありがとうって思いますね。すごい。いや、だからやっぱりあれなのね、なんかその、芝居ってこういうもんだとか、この役ってこうだ、だからこう演じるんだみたいなのがあると、やっぱりそっちに行っちゃうんだけど、でコーチもコーチングってこれでこうするもんでとか、こう言われたらこう返してってあると、やっぱりもうそのリアルじゃないそっちが次にポンって行っちゃって、だからこのお互いに心が通い合うとか動くとかで動かないと思ってるんですけど、まあお芝居も多分一緒なんですね。そうですね。で実は本当はトレーニングなんか受けなくてもできるけど、でも人間ってすぐ頭でこうイメージつくとそっちに行っちゃうから、本来持ってるものを使えるためにトレーニングしてると。そうです。一緒です。はあ、そうですか。そうですね。感動ですよね。だって私もなんか別に初日でもすごいいいコーチングする人がいて、これでいいんだけど多分ここから外れちゃうんだもんねと思って、だからこれを大切に、ね、していこうねって思いながら頑張ってますけどね。はあ、そうか。面白い。そんなことやられてるんですね。はい、ぜひあの皆様、興味があったら、はい、シーラクラス、ありがとうございます、スタイルをつけときますんで、来てみてくださいませ。はい、いや、ありがとうございます。いや、こちらこそなんかね、いろいろありがとうございました。はい、またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。